4月23日、春の園遊会が開かれ、天皇皇后両陛下の長女である愛子さまが初めてご参加。愛子さまは、両陛下と共に多くの出席者とご歓談されたが、そこで語られた一言が SN、SNS で注目を集めている。写真あり、ピンクのスーツで園遊会デビューされた愛子さま。この日の園遊会には、美術家の横尾忠則氏、87、 と予行夫,夫妻とお話される中、猫についての話題に。予行氏が、事務所に2匹、家に1匹、そこに野良猫が1匹、などと話すと、愛子さまが予行夫妻に、どちらの方が猫好きで。と質問される場面も。また予行氏が飼い猫について、ぷくぷくに太っています、と明かすと、愛子さまは笑顔でこう述べられた。幸せな猫ちゃんですね。 太った猫のことを「幸せな猫ちゃん」と表現された愛子さまこの一言が報じられると SNS ではその表現に感激する声が相次いでいる言葉選びが素敵この言い回しすごくいいなもらおう愛子さまに褒められて猫ちゃんは幸せ愛子さま大好きになった園遊会から一夜明けた24日横尾氏は X で雅子さまはわざわざ猫の写真をたくさんご持参されて それを見せていただき、しばらく猫談義が続きました、とし、愛子さまも猫がお好きで、猫は隣の部屋で飼っているとおっしゃいました。玉の本の玉の人生ですねと、玉、ま、帰っておいで、お読んでくださっていました、と自身の画集愛子さまがお読みになられていたと明かしている。横尾氏にとっても、愛子さまとの猫談義は貴重な経験となっただろう。